皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が身につけてほしい三大デザイン系のスキルとは、ということについてお伝えしていきたいと思います。教室の先生の集客の手法というのも、ここ15年ぐらい見てきて、まあ、その時代の流れがあってどんどん変遷してきているんですけれども、出だしの頃はですね、ホームページとかブログをやっているだけでも集客ができたという状態だったんですよね。そのうちいろいろな SNS のツールが出てきたりとか、まあ、いろいろな媒体ですね、そういうものでこう露出をかけていくっていうことで、その時の流行り廃りっていうのがあるんですけれども、昔はそんなに必要じゃなかったんだけれども、やはり皆さんのというか、まあ、世の中のレベルが上がることによってですね、先生として、まあ、どうしても身につけておいてほしいデザインスキルっていうのが、まあ、ある意味教室業の先生の必須のスキルになりつつあるのかなっていうふうに思いまして、今日はそちらの方を解説をしていってみたいというふうに思っております。はい。まずですね、じゃあその三大スキルとは何なのかっていうことをお伝えするんですけれども、3つこちらの方で私の方でご紹介してみたいと思います。まず1つ目がですね、写真ですね。はい、写真で、2つ目が、動画ですね。で、3つ目が、各種バナーデザインっていう、この3つについてちょっとお伝えしていこうかなというふうに思ってます。まず1つ目のですね、写真に関してなんですけども、これはですね、10年前とは比べ物にならないぐらい機器が進みましたね。スマホでもかなり綺麗に撮れるようになりましたし、あとは皆さんの一般人の方の写真のスキルが非常に上がったということは、職業人として、写真で例えば自分の作品、雑貨ハンドメイドの方とかは、まあ、作品になりますよね。で、あとは実際にお料理とかをやられる方は、そのお料理がどういう感じかっていうのを、まあ、伝えていくわけですよね。ですから、その、まあ、写真の中で自分のサービスを、まあ、写し込んで、それが素敵と思ってもらって来てもらうっていうことをしないといけないわけですよ。っていうことを考えると、やはりですね、一般人の方よりは、上手に撮れている必要が出てきてしまっているということですね。ということは、一般人で普通に撮れるレベル以下だと、やっぱりプロとしてお仕事をやっているっていう状態よりは、追いついてないっていう状態に見えてしまうので、やはりここは今後もですけど、駆使してもいいです。スマホやらスマホのアプリやら、まあ、駆使してもいいけれども、伝わる写真を撮っていくっていう、このスキルはどうしても必要になってきてしまう内容かなというふうに思っています。なので、まず三大デザイン系のスキルの1個目は写真ということですね。で、2つ目がですね、まあ、動画です。これはもう引き続き私がずっとお伝えしているんですけれども、まだまだ動画の文化っていうのは教室業にもっともっと浸透していくと思います。まだ編集ができたり、動画をきちんと制作してそれを販売することができるスキルがある先生は少ないので、まだまだ勝機はあるっていうか、写真ほどレベルは上がってないです。全く撮れないっていう人が撮れるようになったレベルとかぐらいはあるんですけど、その撮れるようになったレベルのクオリティをさらに上げていくっていう、その領域はまだまだたくさんの方ができているわけではないので、ここはスキルを上げれば上げる分だけ価値になっていく範疇にはなっていると思います。はい。ですから、動画はまだ写真ほど浸透してない分、やるとまあ、注目されたりとか、他の先生より一歩引いてるっていう状態を作ることができるんですけれども、まあ、それでもですね、これを学びできるようになるのが遅い方は世の中の流れと一般人がそれにまたついてきてしまうので、結果その動画
のスキルっていうのも、まあ、そんなに目立たない状態になっていってしまうので、学んでしっかりスキルをどうにかしていくっていうのであれば、チャンスは今かなっていうふうに思っています。これがあともう数年経っちゃうと、皆さんが動画をもう普通にできるのが当たり前になってしまうので、雰囲気とか内容が変わってくるかなというふうに思っています。はい。で、3つ目が各種バナーデザインなんですね。で、これがですね、結構、まあ、もちろん写真との関連性もあるんですけれども、バナーがいろんなシーンで使われるようになっています。で、バナーってじゃあ何なのっていうと、まあ、アイキャッチみたいなものなんですが、例えば、そうですね、ヘッダーバナーと呼ばれるようなものだと、アメブロとかブログの一番上にこう大きいなんかデザインされた写真とか言葉が書いてあるようなものとかあるじゃないですか。あれがまあバナーになるんで、大きいバナーはやっぱり目に留まりますし、その大きいバナーによって、その方のサービスが一発で分かるとか、まあ、それぐらい結構まあ大事なエリアだったりするんですね。で、その大きいの以外にも中くらいのとかちっちゃいのとか、すごくいっぱいあって、例えばメルマガ登録バナー、LINE 登録バナーとかですね、あとはイベントバナー、イベントに誘致する、誘導するバナーとか、まあ、いろいろなバナーがあるんですよね。で、そのバナーに対して、例えば、まあ、いい写真があったりとか、素敵なデザイン、まあ、必要な言葉が分かりやすくそこの中にね、表現されているっていうのが割と大事で、これは本来はデザイナーの役割なんですよ。だけど、一回一回ですね、デザイナーに頼んでいるとお金がいくらあっても足りないっていうのと、やっぱり告知をしたいっていう時にはそのバナーをサクッと作ってアップするっていう、まあやっぱりそういうのが必要になると思うんですよね。ですから、キャンバっていう、まあ、便利なフリーソフトとかも今出てきていて、デザインのテンプレートがものすごい豊富にあって、で、それをある程度真似しながらやれば、ある程度はできてしまうっていうような便利なツールも世の中には存在しています。ですので、それを使いながらでも構わないので、デザインバナーとかは、キャッチコピーですね。それをどういうふうに上手に配置するかっていうのを、その見本を見ながら作っていくっていうのをやっていくと、上手にできたりとかするようになると思います。ですので、デザインバナーを作るスキルっていうのは本来教室の先生のスキルではないんですよ。ないんだけれども、より早く、例えば SNS で何かを訴えかける時とかも、バナーがあるかないかっていうのは非常に大きな違いになってくるので、これを作るスキルがあるといいなというふうに思っています。で、先ほど紹介したキャンバーっていうアプリがすごく無料なんですけれども、テンプレートがいっぱい揃ってるのですごく便利なのでおすすめです。で、それをやりながらだんだんセンス磨かれていくと思いますので、最初はね、自分でゼロから作ると結構大変なので、そのテンプレートを見ながら入れ替えをね、やっていくっていうことが結構必要かなっていうふうに思っています。ですので、いずれもですね、本来の教室業の先生のスキルとしてやんなきゃいけないっていうものじゃなかったんですよ、昔は。だけれども、やっぱインターネットが進む、オンライン化が進む、全国の教室と比べられるようなことがどんどん増えてくる、自分の教室をもっと知ってもらう、分かりやすく知ってもらうっていうために、やっぱビジュアルとか、まあ、デザインっていうのは必要になってきます。ですので、今言った3つのスキルは、まあ、苦手な人もいるかもしれないんですけれども、まあ、時代がね、変わると身につけるスキルっていうのも当然変わってきますので、苦手を まあ、なるべくね、なくされていく方が今後有利かなと思いまして、本日ご紹介させていただきました。ということで、まとめます。教室の先生が身につけてほしい3大デザインスキル。1つ目、写真。2つ目、動画。3つ目、各種バナーデザインということで、すでにできてる方はね、得意だし私大丈夫だわって、まあ、思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、苦手な方全部一気にじゃなくていいので、これならできそうっていうところからトライしてみていただけるといいかなっていうふうに思いますので、頑張ってみてください。それでは。